はい、どうも、ナオチンです。さあ、今日は映画が始まったということで、ワンピース海賊無双4を久しぶりにやっていきます。まずは、アラバスタ編、クロコダイルとの決戦です。行ってみましょう。久しぶりですね。何度も何度もなぜ攻めは俺に立ち向かって。久しぶりだけど、まだ全然動ける。返してもらってね。未来よ。前が奪った。何を。大丈夫だ。おかしなことを言うやつだ。無双だからね、やり方は一緒。俺たちがここに来たところです。あー、そこで取っちゃう。あいつの国なんて。大事なアイテムは最後に残しておきたいところなんだけどね。させられるはずだ。いいね。どのぐらい減らせる？まあまあ減るな。小賢しい。デザートスパーダ。よし。すげえ。意外と楽にいける。あ、ちなみに難易度は一番難しいやつ。他人の目的のために死んでどうする。一番難しいやつだけども。いけなくはないね。自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。いける。だから、その厄介者を見捨てしまえばいいぞ、俺は。死ぬ終わった。あっちょい。死なせたくねえから。仲間だろうが。いける。望むのをバズーカ。じゃあ、もう俺をぶちのめしたいらしい。バーストするほどでもないな。お前を目障りな敵と認めよう。よし。半分まで減らした。あ、水を出すところだ。建物が崩れてきた。早くあいつを倒さないとヤバそうだな。敵を実体化しなきゃいけないんだね。ぶっ壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。分かった。危ない。おーい、ヘビスキー。ちょっと待って。オッケー、出た。これ俺もしまった。よし、体を。いいよ。お前をぶっ飛ばせる。いい感じにバーストでしたね。おいおい。あいける。そう、お前もそこでやっちゃう。ビビが国を諦めねえ限り、俺もまさかそこからバーストしてくるとは思わなかったな。死んだ時はいける。それはそれだ。よし、あと一発。私、一緒にはいけません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だからいけません。そっか。私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたら、もう一度仲間と呼んでくれます。
遠慮しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。出航。